今あの大沢さんにインタビュー終わったんですが、女子の方もたくさんいるので女子の方にもいくつか聞いてみたいと思います。日大ゴルフ部の練習は男女ともに一緒にやるらしいです。で今回あの A クラス、まあ、一番こうシードを持ってる選手たちの練習に来てるので、女子の中でもトップクラスの日大の方々が来てます。日大ゴルフ部女子の副キャプテン田辺さんにインタビューしたいと思います。お願いします。どうですか、生活といいますか部活の日々は。私は東京組なんで、はい、普段はこっちにいないんですけど、はい、こうやって合宿してる時はやっぱり自分のレベルが上がってる感じがして自分のためになってます、はい、副キャプテンになってこう気持ち的になんかちょっと意識がやっぱ変わりますか。なんか4年生がしっかりしないと後輩がついてこないんで、そこはけじめっていうかオンオフをしっかりして、楽しむときは楽しんで、やるときはしっかりやって、はい、普段どれぐらい練習されてますか。普段は基本毎日練習には行きますけど。毎日必ず打つ。はい、私は打ちます。でもさっき打たれてるの見たら PXG 使ってるなと思ってて、PXG は結構なんか長いと言いますか。いや、最近。最近。でもなかなか、そうですね、難しいというか、私正直あんま打ったことないですけど。打ちやすいんですか。打ちやすいです、うん、柔らかいですよね。柔らかいです、伸びます、うん、飛びます。はい、伸びました。飛距離伸びました。そうなんだ。でもあとはブリヂストンなんですね。はい、ウェッジもはボーケーです。ボーケー、はい、タイトリストのボーケーです。ゴルフっていつから始めたんですか。ゴルフは試合は4年生からなんで10歳ですかね。10歳、はい、10歳からゴルフ始めて、今平均飛距離はどれぐらいですか。まあ、私は飛ばない方なんで230ぐらいです。飛ばない方なんですか。プロとかと比べたら。なるほど。いつかプロになりたいんですか。なりたいです。お父さんお母さんの影響でゴルフ始めたわけでもない。きっかけはもう物心ついたらもうなんか持ってた。物心ついた時持ってた、はい、全然真剣にやってなかったですけど、いろいろスポーツも掛け持ちしてて。他何のスポーツやられたんですか。水泳とバスケです。じゃあこの辺の柔らかさは結構あります。そうですかね。言わないですけど。男子の方に多分教えてもらうこととかあると思うんですよ。はいはい、意味わかんないなとかないですか。なんかこう意味わかんなかったら分かるまで聞きます。やっぱり120人ぐらい 部員がいるので、はい、その聞くだけだったら、私はですけど120人に聞いたら120個のワインが返ってくるじゃないですか。です、ね、はいはい、だから聞くだけは全部聞いて、もう無理だったら自分の中で分けて出して、自分に合ったものだけを取り入れて追求していくみたいな。やっぱヘッドスピードとか力の差があるので、できないことを言ってくる子もいるじゃないですか。そこは臨機応変に自分で考えていきます。ちなみにベストスコアはいくつですか。私は70です。70、はい、2アンダー、はい、はあ、すごいね。試合は緊張とかする方ですか。そんなにしないですね。割と自分のペースで、はい、いける。いいですね、はい、いいですね。波とかありますか、やっぱり調子の。あります。あ、もうボギー打ったらずっとボギーとか取り返すのが難しくなったりもしますし、はい、まあでもそれはもうみんな上手い人もそうなんで、あんまり気にせず断ち切る方を優先ですね、はい、もう次頑張ってください、はい、応援してます。はい、はい、日大ゴルフ部キャプテンの今野さんです。よろしくお願いします。日大ゴルフ部といえば、私の中ではめちゃくちゃ体育会系のイメージだったんですけれども、はい、もう部を、まあ、こんだけ大人数いるわけじゃないですか、はい、まとめるのとかは結構大変ですか。そうですね、大変です。大変です、はい、大変です。大変ですけど、はい、そういうまとめてきてた先輩方を見てるんで、うんうん、まあ、こうすればいいのかなっていうのも自分の中であったりとかして、まあ
別に僕だけが頑張ってるわけじゃなくて結構同級生も協力してくれてるんで、うん、そこまで苦労はしてないですけど、苦労はしてみんな頑張ってくれてるんで、やりがいはあるなっていう感じですね、はい。まあ、キャプテンっていうのは自分でなりたくてなられたんですか？なんかその投票っていうんですかね、なんかこうこの人全員で集まってそういうのがあるんで、そこで、はい、大体11月ぐらいに毎年あるんですけど、そこで決まりました、はい。キャプテンになってこう変わったことといいますか、意識も含め、なんかこうあったりします？変わったこと、はい、例えばトレーニングとかにしよう、まあ、前ちょっとサボりがちだったのがちょっとやんなきゃいけないのかなみたいなのは選手としても、そうです、はい、それが一番大きいですかね。やっぱり人に言わなきゃいけない立場になった分ちょっとは、はい、前の感じだと多分全然言える立場じゃないんで、ちょっとそういうのを意識してるかなっていう感じですね、はいはい。今野さんはゴルフはいくつからやってるんですか？中学校1年生なんで、12歳。じゃあそんな早くないですかね？は割と遅い方かもしれないですね、はい。それまでは何か他のスポーツ？野球を6年間やってて。今も野球は好きなんですか？あ、好きですけど全然やる機会はないんで、うん、ぐらいですね、はい。なるほど、野球部からゴルフ部、何かそのなんかあったんですか？きっかけですか、はい。野球、まあ父親が監督だったんで、はい、かなり厳しすぎて嫌になったっていうのが、はい、一番ですね。もう結構もう嫌だね、もういいかなっていうので、はい、お腹いっぱいだった時に、時にまあゴルフ、祖父が連れてきてくれたんで練習場に、時に結構あ楽しいなと思ったので始めたのが、もう本当ノリというかぐらいな感じなんですけど、今年の目標みたいなゴルフ部としてですか、はい、部としてはやっぱり、団体戦で全部勝つこと、全部優勝、はい、それはもちろんなんですけど、うん、まあ、個人戦も1大戦の中から優勝者が毎試合どこかに出れば、それが一番やっぱ部としての成績としては一番いいことだと思うんで、それが部としての目標ですね、はい。キャプテンも優勝狙ってるんですよね？もう、はい、まあ、一応、はい。いいですね。キャプテンの平均ドライバーの飛距離はどれぐらいなんですか？いや、僕全然飛ばない方なんで。え、みんな大気でも僕飛ばない方なんでって言うんですけど、その中で飛ばないんじゃないですかね。260ぐらいですね、自分は。260で飛ばない方なんですか？はい、嘘とか言われてる。いや、まあ70ですね。大沢選手が、はい、今のキャプテンのおかげで俺のパターは、あれはその通りですね。僕のパターなんで。上げたつもりはない？上げたつもり、いや、なんかあまりにも見ててちょっとひどい時があったんで、でそれ見たらこれはちょっとどうなんだろうと思って、これ使ったらっていう感じだったよね。どんなパター使ってたんですか？なんかわけわかんないパター使ったよね。なんかもう形がよくわかんないなんかやつ使ってて、まあ僕だけじゃないです、そこにいたのは何人かいて、さすがにこれはどうだみたいになって、で自分が普通のパター持ってたんで、ちょっと使ってみたらっていうのが最初です、はい。そしたらどんどん良くなって、なんか良くなってましたね。で今はもう多分手放せない、さっき聞いたら絶対無理じゃないですか。いいですね、はい、そういうのもあってね。じゃあ打ってるところ見せてもらえますかね、はい、はい、お願いします、お願いします。これ今やっぱりこうまっすぐ立つイメージなんですか？弾道もある。これなんか自分のアドレスとボールのラインがあるじゃないですか。ボールはこっち飛ぶと思うんですけど、はい、ヘッドはでもこっちに振らない、この間にこう通っていくと思うんですけど、なんかそんなような、あ、イメージで、はい、こういうのやってるんですね。これもなんか先コーチとかに習ったり、あ、そうですね、本当はなんだろう、ロープがあったらもちろんやりたいのあるんですけど、ロープとかずっと引っ張ってアプローチとかでその辺にロープの上に落とすみたいなのをやれって言われたんですけど、ちょっとまだ形ができないんで、とりあえず今これでなんかイメージだけ、はい、はい。わあ、何番ですか今？僕は6番。6番。はい、キャプテンの持ち玉は何なんですか？スライスです。かっこいい、かっこいい、かっこいい。ボロ打てないんで。いや、いいね、完璧じゃない？かっこいい。ベストスコアはいくつなんですか？いや、47で63。キャプテン、キャプテン、すごい。何バーディーですか、その時？パー71だったんで、8個です。8個バーディー、は
これ当たってるヘッドがボールに当たってる瞬間とかって見えてるんですか？見えないです。ですよね。見る意識もないし 見てないですね。ですよね。あ、ここですよね。そう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 、その瞬間をあまり見るのって大切なんですかって聞きたかったね、今の振り方を見てて。はい、見る、見なくても当たると思う。目つぶって打てます？どうだろう、多分目つぶっても当たるようなスイングなら多分あんま良くないですよ、うん、自分の体の中でどこに手があってみたいな感じ取れるようなのは多分いいと思うので、うん、多分それが目つぶって多分どうすると当たらないですけど、うん、今は見る意識は、うん、ない、うん、そうですよね。頭を残すとかはたまにやるんですけど、こう突っ込まないようにとか、うんうん、けど別に頭を残してるからじゃあボール見てるかって言ったら多分そうですよね。なんとなくだよね、もやっと、うん、はい、お疲れ様でした。大沢さんはモビルカップに3月30日から出場されると聞いたんですが、はい、まあ、国内初戦ということ で、はい、意気込みなどはありますか？はい、今年はもう自分大学4年生にもなって、勝負の年で、ABEMA TV 様から、推薦いただいて、出場させていただけるということなので、初戦から本当に、まあ、調子を上げて、まあ、本当上位もしくは優勝を狙えるような意気込みで、はい、頑張ります。3月30日にアベマ TV で放送されるので、ぜひ皆さんアプリをダウンロードして見てもらえて嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。日大ゴルフ部はさすが大会系ゴルフ部でしたね。皆さん、ゴルフ部を見た感想、どんどんコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。チャンネル登録と YouTube の高評価もよろしくお願いします。では次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。